公共曲第一番作品1は、1861年から1865年にかけて、ミリー・バラキレフの指導のもとにコライル・ムスキー・コルサコフが作曲した作品。1865年12月にバラキレフの指揮で初演され、成功を収める。1884年に改定されており、その際に変歩単長から保単長に移調された。リムスキー・コルサコフは、 まだ、バラキレフに出会う前から、変歩単調の公共曲の開始部のようなものを書いていた。これらの曲は、1859年の秋に、FA カニッテに指示して始めた、作曲の学習の成果であった。海軍兵学校を卒業した1861年の11月に、リムスキー・コルサコフは、カニッテより、バラキレフを紹介される。バラキレフは、リムスキー・コルサコフが、 それまでに書き溜めていた曲を褒めちぎり、さらに書き続けて、公共曲に仕上げるように激励した。バラキレフの助言を入れて、リムスキー・コルサコフは、開始楽章の作曲を続けた。バラキレフがその音楽を、かなりの批判にさらすと、リムスキー・コルサコフは、指図通りの修正を熱心に加えていった。この楽章が仕上がってしまうと、リムスキー・コルサコフはその還元楽法を試みるが、 その結果に戸惑った。バラキレフが代わりに最初のページの還元落法を施してくれた。そこから先の経過は順調であった。1862年にロシア帝国海軍によって士官候補生として3年がかりの世界一周の遠洋公海に出されるまでに第一楽章とスケルツオ楽章フィナーレが完成した。感情楽章はイングランドに上陸中に作曲し、 船旅に戻る前にその送付をバラキレフのもとに郵送した。1865年にサンクトペテルブルクに戻るや、イナや、バラキレフは公共局の改作を指示した。リムスキー・コルサコフは求めに応じ、スケルツォにトリオを加え、作品全体の還元落法を改めた。バラキレフは1865年12月に本作の初演を行い、成功に導いた。 リムスキー・コルサコフは白手喝采を受けるために制服姿で舞台に上がった。まもなく1866年3月にはコンスタンティン・レアドフの指揮によって再演が行われた。バラキレフは5人組の指導者としてアントン・ルビンシテインやその他の西欧派の作曲家によるドイツ流の公共学と一線を画すべく東方風の主題や 火星の利用を自作に用いるように同人に呼びかけていた。ルビンシュテインが1841年に公共曲第1番作品40、そして1851年に公共曲第2番太陽作品42を作曲していたにもかかわらず、リムスキー・コルサコフがロシア民謡やオリエントの戦律を公共曲第1番に用いたからというので、 ウラディーミル・スター・ソフラの民族主義者はこの作品を二重の意味を込めてロシア発の公共曲と呼んだ。本作のオリエンタルな旋律はバラキレフ・がカフカスで採布したものである。5人組の同人ゼーザリ・キュイは1863年に海軍の配備で出港中のリムスキー・コルサコフにあててこのように書き送っている。この公共曲は良い曲だ。 我々は数日前にバラキレフの家でそれを弾き、スターソフが大変喜んだ。これは本当に、ロシア的だ。ロシア人にしか作曲できないような音楽だ。ドイツ気質のよどんだ特徴が、いささかも見受けられないのだから。この曲の成功により、リムスキー・コルサコフの作曲家としての道が定まったので、ある。9位の評価にもかかわらず、ヒロシア的な要素も、 公共曲第一番に入り込んでいる。リムスキー・コルサコフが模範として認めたのは、ロベルト・シューマンの演奏歌用助曲、マンフレットや、ライン公共曲グリンカのホタ・アラゴネーサや、ホルムスキー以降、バラキレフの演奏歌用助曲、リア王である。当時ロシア5人組が尊敬していた、シューマン作品の影響は、とりわけ根強かった。 還元落法に不慣れだったので、エクトルベルリオーズの論文、還元落法を当てにしただけでなく、バラキレフにも助言を求めた。後にリムスキー・コルサコフが10回したところによると、私は多くのことに無知だと実感していた反面、バラキレフがこの世界のことを知り尽くしていると信じていた。彼自身も、 自分の情報不足を我々5人組にうまく隠していたのだが、それでもオーケストラの音色や楽器の組み合わせ方において、バラキレフは非常に手慣れており、彼との意見交換は私にはかけがえのないものだった。リムスキー・コルサコフは1884年に徹底的に公共曲第1番を改訂する。調整の変更とともに大幅な書き換え追加が行われた。 公共曲の調整そのものを変補単調から補単調に移調し、作品を演奏しやすくして、学生オーケストラやアマチュアのオーケストラのレパートリーにも入るようにした。感情学賞とスケルト学賞の順序も入れ替えた。初版は1865年12月19日、バラキレフの式により、彼が主催する無料音楽学校のオーケストラにより行われ、 その約20年後の1885年12月4日、サンクトペテルブルク大学の学生オーケストラにより、改訂版の初演が行われた。1884年の改訂版では、次のようになっている。初行では、クラリネットが B 缶、ホルンが E 缶2と F 缶1と D 缶1、トランペットが E 缶となっていた。改訂版による、以下のように、 伝統的な4学章制度をとる。ありがとうございます。